はい、おはよう、おはよう、アナゴチャンネル時間です。朝8時5分、はい、本日のアナゴアナゴ大提供者は、担当さんです。どうも担当さん、はい、おはようございます。おはようございます。いや本当待ちましたよ。寝起きのアナゴですかね。はい、もう僕はもう ずっと待ってましたからね。LINE で追われ続けて早1週間ぐらいで、今日はとりあえず木曜の朝に捕まりましたね。はい、はい、キスご無事め、カツゴダイ白エビ、白エビ頼んでから、あ白エビ有田家7貫、うん、7貫ね。それ食べた後に、今ちょっと純米大吟醸その場に頼んで、はい、カツゴさんお手洗い行ってる間に今日、はい、ちょうど今アナゴは30点落ちました。ではいただきます。じゃあここからポッと取ります。今日全部塩ですね、うん、どうしようかなと思ったんだけど、あずさん5個食べる5個、うん、どうぞ。で、あれ何の話してたんだっけ。蕎麦屋の話。そうだ、蕎麦屋亀そばの話。亀そば、あれ知ってる。あのいや、俺出会ったことないです。なんかお店によって違いますもん。うん、で三点盛りみたいなやつ。違うよ、亀そばは五目どころか八目そばだよ。八種類乗ってんだよ、具が。八種類も具あります。はおろし。なんだ分かってないね。まず、かまぼこ。だて巻き。だて巻きのせいですか。うん。で、なんかまあ、ほうれん草みたいな。あと、しいたけ。たけのこ。しいたけそばうまいですよ。たけのこ、うん。あと、なんだ出てこない。でもなんか、そうか、そういうのは。そうだ、もともと、おかめ八目っていう、あの、ことわざに引っ掛けて、八種類っていう、八目っていうのが、そのなんか、江戸っ子の、シャレで、っていう説もありますが、大田屋っていう、あの、お蕎麦屋さんが、元祖だと言われている。それ食べれるとこあるのか。どこだってあるよ。亀そば。うん。でもちょっと違うと思う。今日どうはね、なんか亀そばは、うん、あれですよ。おせち料理。うん、おせちっぽいですね。うん、乗ってる。うん、が乗ってんの。うん、が乗ってるような。まあそういったらゴージャスですよ。で、お亀そばは、なんだろう。A級そば屋にはあんまりない。ない、見たことないね。うん、B 級、もしくは主に C 級そば屋である。うちの下は田島。田島はなさそうですよ。他なそうですね、そういうのね。あそこなんか変に喋ってるじゃないですか。うん、あのおかみがちょっとムカつくんだよ。ムカつくね。背の高いさ、職人のあんちゃんいいやつ。そうそう、前に出てるムカつくんだよ。あんま行かないもん。違う、うん、あれ要は何だっけ、C 級そば屋。 C 級そば屋のまあ概念はですね、まあ客単650円ぐらいで、カレーうどんとか、あの、ああちょっと気をつけてください、ここ音消えちゃいますからね。大丈夫、まあカレーうどんとか、なんだろう、楽勝であって出前もしてくれる。カレーうどんもあるまあ、新旧そば屋はね、要は町のおそば屋さんですよ。はい。
あそこにあるよね、広尾の商店街の抜けた右側に。あのこっちから行って行って右左に曲がってる。ここは友屋だね。あ、友屋か。結構行きますよ。この間俺が行って。あ、そう。あそこか。あそこいいっすよね。あの、だって俺週6ぐらい。結構昼間から飲んでるおっちゃんとかいるでしょ、あそこ。俺だよ。広尾商店街でなんかおっさんと仲良くなって、そのまま連れてかれたの、あそこに連れてかれて。あそこでガンガン飲んでて、もう出てきなさいぐらい言われたもんね、お店のおばちゃんに。あんた仕事しなさいよみたいな。あ、足さんか、あれ。あんた、若い子に、あれ、説教されてないで、仕事しなさいよって言われてた。あそこの、この間は剥がされてたけど、まあ、メニューがもう超シュールで、ミニカレーっていうメニューがあるんで、横に説明書きが書いてあったけど、カレーライスのカレーがご飯の上にミニカレー、ミニの説明になってない。え、どういうこと？カレーライスのカレーがご飯の上にミニカレー。やばいね。やばいっすね、それね。やばいね。おばちゃんが書いてた。何書いたんだ。だおばちゃん的には多分なんかご飯っつうのは多分なんかこういうあれなんじゃない、茶碗と思ったんじゃない。いや俺はそれを深読みしてしたんだけど、うん、やばいよ、ね、ループにはまる加減だよね。カレー、そば屋のカレーってさ、うん、あのそば屋のそばつゆのだしを使ってやってるとかあるじゃん、うん、カレー丼だとそうなんだよね、うん、結構、うん、そうですね、そば屋のカレー丼って、ね、そうですね、だけどカレーライスは違うわね。でもカレーライスのカレーがあ、そっか、だからもう明らかにそば屋のカレーじゃないんだもうすでに。そのでもそれカレーご飯っていうかもうだからミニの説明にはなってない。でも俺の深読みは多分それも全く無駄だ。まあまあ無駄でしょうね。そういう話じゃないもんね。大体基本的にはサイズの話しなきゃいけないのにって話でしょ、もうそこで。っていうかライスとご飯は一緒だろったり。おばちゃんにとっては違ったね、多分ニュアンスがね。すごいよ。なんかあそこのね、もう深谷の量も真っ青だよ。あのシュールさがって。シュールさが。あそこたまに行きますよね。あそこはね、結構。あれ前回のビデオが止まったポイント恐ろしかったっすね。ああ俺ぶっ倒れるかと思ったもん家で。あれこそ神だったね、あれね。うん、いや編集したんかと思ったもん俺あそこで。いや大爆笑。あれでも分かんないね、本人たちが分かんないね、あそこ、うん、だってあの後やばい話したもんね。本当大丈夫か、ね、分かんない、なんか Facebook がかなんかがそういうのがあったんじゃないかぐらいですよね、検索機能。俺もあれ見ないでアップロードしちゃったから、まさかあそこで切れてた。いやでも途中で切れてましたよ、途中で切れてたけど、どこで切れてたか分かんなくて、分かんなくてアップしてから見てみたら大爆笑。いやすごいな。手動モザイク入れてる時でしょ、ピーって言ってる時でしょ。やばい、おちょこはねこう持っちゃいけないんだよ、こうだって。へー、2本なの。でも確かに昔のね、わかんないですよあれ見ると。今度日光江戸村行こうかと思って。前さ、あ大輔のところで昼間雪降ってる時にさ、寿司食いに行ってさ、うん、寿司食ってる時の写真で俺がこうぬるかんを飲んでる写真をあげたら、うん、マッキーさんに指摘されたんだよ。へぇ、マッキーさんって、この間言ったっけ、マッキー牧本さん。うん、知らないです。あのスーパー食通館、おぉ、ダンチュー、ん、ダンチューとかの。あ、そうなんですね。はい、足がね、山
山本勝弘のゴーストライター言っちゃってるけど佐々木さん餃子チーム今旬のゴーストライターじゃないですか。それで、え、そこの人が持ち方の話だったんですよね、うん、すごいね、これ見てるなと思って。見てますね、やっぱりね、さすが。こうなんだ、そういうのはいいですね、すごく。こうやりすぎるとこれ憲法になっちゃうんだよね。それ水拳でしょ。ラスさんちでやるんだっけ、邪剣水拳、あともう一個なんとか拳、3本立てで1日見させられたことあったもん。でそのまんま結局仕事に行かなきゃいけないみたいな、ね、邪剣と水拳と大体、まあ、ドランクモンキー、スネークモンキーと、だからまあ証券が来るから、あの時は牽制かなんかみたいな。牽制好きだよ、面白いよ。サモハン金峰なんですね。違うよ。え、サモハン金峰出てない。あ、出てないでしたっけ。牽制も少林寺で、雑記で。あ、そっか、うん、なんか5つ、5人なんか憲法の要請が出てくる。へえ、俺それ見てないわ。じゃそうだね、この教本からなんかね、へんてこなのが出てくる。てかすごいあいつらひどいっすよね、あいつら、ね、出てるやつらみんなキャラクター。邪剣とか超ひどいじゃん、みんな。邪剣水拳大体キャスト全部で一緒だから。あいつはすぐ裏切ったりするしね、簡単にね、みんなね。いやまあひどいったらひどいよ、うん、主人公までひどいからね。ジャッキー・チェンもあいつろくでもないですもんね、最後までね、結局ね、うん、俺台湾行った時もジャッキーがテレビでやってて、やっぱ今でもやってるんだ、人気なんだ、うん、面白いっすか。なんか字幕、日本語字幕じゃないから何言ってるか分かんないけど、私もうセリフほとんど覚えて、覚えて。俺だって小学校でジャッキーチェン大学を持ったもん。全部の試合起こしたもんね。この後この後とか言って卒業文集もジャッキーチェンのことばっかりだもん。俺しかも三節棍を通販で買って、それを七節棍に改造してたから。え、なんすか三節棍。そう、棒が、棒のことを棍って言うんだよ、うん、それがシャキヌンチャクみたいにシャキシャキって取れてる。へぇー、バラバラバって七節棍すごい。しかも小学校6年生の自作だから。付け足したんでしょ、それは。付け足したんでしょ、7段にしたって。で、それやりながら輪郭読んだから、パワーリストとパワーアンクルまでつけてたから。なるほどね。小学校の時つけますよね、パワーリストとパワーアンクル。もうあれでも俺、必殺ブローができるようになると思って。ギャラクティカマグナム出せると思ったもん。あ、でもギャラクティカマグナム。すげえ目に浮かぶもん、それ。ギャラクティカファントムはあれ、アポロエクサイザーっていう、あの、なんか、あれジャンプの後ろとかで。そうそう。一番最後のページのやつでしょ。あれでこういう人が勝ってたんだよな、多分。あれで背が伸びる薬っていうのがあってさ、なんかもうどんだけ買おうと思ったか。俺超チビだったからさ、よかったっすね。中学上がった時134センチだ。ええ、それかなりちっちゃいですね。俺高1で151だもん。いつ伸びたんですか。高2で176。1年高3で178。 1年で伸びた。でも約1年間で28センチ伸びたから。異常です、異常。あ、26センチ伸びた。でも平均 2.7 センチじゃなくて、ピークの時で1ヶ月で8センチ伸びたからね、身長。やばいよ。だって制服とか合わないでしょ。膝とか痛くなったりしょとか言って言われるけど、そんな次元じゃねえわって。もう全身がもう引き裂かれそうになる激痛が半年間続いてる。寝れねえっつう。そもそも寝ないけど。要はだってもう骨が成長するスピードに筋肉が成長するスピードが追いつかないと、まあ、ね、体がちぎれ、きちぎられそうになるんだよ。本当、まあ、でも良かったですよ。背が伸びて、はい。
あ、それが高かったらねとか、あ、あ、言ってた。こんなの。みんな帰り討ちにしました。やっぱ言われたわけですね、そういうのがね。まあそうだね。背高いとモテますからね。ね。これ今何分？15分。ええー、起きよう。止めて。はい。